でーす。でーす。どうです。久々の職人飯ですね。いただきます。いただきます。今日は何の話かっていうと、マサキが来てどれぐらいだ？1ヶ月。まっちゃん名前ついてる？まだついてないです。ついてないです。まっちゃんでいいか。松田君って呼んでますね。まっちゃん。まっちゃんが来てどれぐらいだ？はい、1ヶ月半ぐらいです。1ヶ月半。まあそれぐらい大体。まあ、動画になっとるか、はい、元々一般人っていうことって。現場経験はないっていうのは。そうですね。出てる。YouTube で行った？もう2回か3回ぐらい。同じ話してるわ。実際に、はい、まあ、仕事の経験なくて、はい、まあ、管理とかそういうのに建設業に携わったけど、はいはいはい、で何、自分が独立するために修行になんか2年ぐらいとか。そうですね、一応現場のことも、うん、その現場の技術とかっていうのも少し覚えておかないと、うん、やっぱ自分でやった時にこう、うん、困るのかなと思って、うん、ちょっと修行で、うんうん、2年か、まあ、2年かなって何いやそのみんなみたいにその翔くんとか、うん、他のみんなみたいにスーパーバリバリの職人は時間かかるんで、うん、まあ、その自分で これからいろいろやっていくために、うん、まあ、足場の、まあ、最低限の知識は自分でこう体に覚えさせておかないといけないかなと思って、うん、ちょっと、はい、修行させてもらってます。1ヶ月半で今1ヶ月半です。どうそう どういうどうん、何もかもどう。僕は全然いいっすね。どうすんのどう。はいどうすんのどう。あっ虫が。いやもう蚊ですよ。蚊が結構痛くない。でもだいぶ動きますよね、まあ、最初に比べたら。あ、ほんと。はい、38でしょ。だって30、今年8になりますね。ようやるな。はい、一応40までこう勉強しようかなっていう、うん、まあ、自分の計算で、うん、はい、長いわ40まで。どれだけ勉強すんねん。あとはその体動かすのも自分好きだったんで、うん、はい、ちょっとまだ体動くうちに、うん、動かしておきたいなって、うん、はい、で結構痩せました。ほんともう3、4キロぐらい食べました。まあ、1ヶ月半で。はい、スーパーダイエットや。スーパーもうダイエットです。でも会社やってからもどうせ現場とか出なかった。トミの会社やるなら。トミの会社、まあ、そこまだなんですけど、うん、まあ、でも職人、富の職人とかをこうやっぱ何人かこう使えたら使って、うん、まあ、自分 その今までの経験として営業、まあ、社長の営業したいなみたいな、はい、で足場さんとかもこういっぱいつながりとかあったりするんで、うん、まあ、こうそういう、まあ、どういう流れになるかはちょっと分かんないですけど、まあ、そういうこと要は結局、はい、もうでもそれでも別に職人で1年2年やっても職人をやるつもりはないんだ。いやでも自分でもまだ全然体が動く間はやっていこうかなと思ってます。今では。うん、まあそんながっつりじゃなくて、ね。いやいや、どうなの？はい。プラスハンデどうなの？あ、やってみてですか？うん、いや、やっぱ楽しくできてる。あんま楽しくできてるけどきついですけど、うんうん、しかも来たのはお盆明けでまだ全然暑かったんで。うん。涼しくなりだし。最初はやっぱきつかったですけど。俺めちゃくちゃ飯行こうって言っても、いや、ちょっと。でもやっぱ最近は、うん、はい、まだ分かんないことはいっぱいあるんで、その辺が、うん、まあ、聞きながらですけど、うん、はい、まあ、体力的なものは少しずつ慣れてきてるのかなっていう。ん、神奈川からか。はい。食べてないの。寂しいですね。なんでちょこちょこ神奈川に帰って。帰ってる。帰ってます。1ヶ月半の間に1回帰りました。で、今週帰りました。どうやって帰った。車です。あ、本当。はい。何時間か。3時間ぐらいですか。夜だったら何か帰るなら休み取ってんじゃん。休み取って土日とかね、日熱とか。あ、そうっす。あ、今週もらってます。もらって、はい。おちょっと前もって翔くんに相談して。幸せだな、はい、俺は近くにいるけど遠いからな。近くにいるけど遠いですが。何も言えないっす。でも全然1ヶ月半だいぶ疲れる。うん、バイバイっす。いや、あ、うん、どう。でもなんか、昨日なんか言ったの？ケンちゃんが、よう動くわって言って、あれはいいわって言って、最近はもうみんなと全然仲良くなって、全然いいよ。まあ、全然みんな話せますね。一回見たで、俺も一緒に飯食いに行ったんだけど、おとなしかったよ。女の子来ても全然喋らなかったしさ。いや、最初はやっぱりちょっと。偉そうな顔でこうやって、ずっと見たお前とな、お前に言うなお前もそうだもんな、ね、偉そうにする兄に。みんなの前でガツガツできるよな。で、一人でやっとできるんだろ。いや、まあ、そうっすね。
こんなに来るといいんだろ。攻めるときは攻めますよ。どこ攻めるんだよ、お前。お前攻めてるか。そう、全然女は、女っ気は。あ、女っ気まだ名古屋は全然。全然、はい。何もやってないよ、まだ。まあ全然。今でもまだ飲み屋系は、まだこれからですね。うん、ちょっと寂しいんで。ちょっとね、はい、何個か顔あると、まあ、知り合い友達おるとそうです、ね、いいよね、はい、たまにはいいな、こうやって現場で弁当食ってみんなとこうやって騒いで、今日は暑いけどな、やばいっす、昨日まで涼しかったじゃん、今日は暑いですね、暑いな、そうか、もう全然やれそう、まあ、みんなこれ視聴者で一般の人で現場やったことない人でもやれるか、あ、全然、あ、でもきついっすよ、うん、そういうきつさ、いや、やっぱ重た部材重たいし、うん、自分も今ずっと手首やりたいんですけど、これやりすぎだろそれ。いや、これはやらないですもん。やっぱ体中痛いです、やっぱ今も痛いです、痛いです、あ、痛いです、やっぱ膝と、うん、この辺の筋肉痛と痛いけど、うん、気持ちいいですね。どういうかよ。そう、でやっぱその目的があって仕事をするんであれば、まあ自分がね、はい、まあ、絶対会社やるぞっていう、はい、うん、いいんじゃないですか、目的なくってこのただ生活するためだけに足場屋さんする、うん、まあ、足場が好きとかだったらいいと思うんですけど、うんうん、好きじゃないとできない、ちょっと稼げるぐらいな、まあでも そのちょっと稼げるけど、うん、だいぶ偉いってことだよね、肉体的には。そういうことだよね。多分俺偉いと思うもんな、逆に塗装職人なんて覚えたら美味しいじゃん、一人で受け入れるじゃん。お前ら、お前らどう？もう慣れとる？もう筋肉痛とかはないっすね。嘘。痛みも何もないっす。嘘。あ、もう全然痛くない。はい。もう普通みたいな。普通です。まあ、そうだな。ずっと言ってるんだけど、それ俺も若い時はそうだったんだ。今やったら多分手足取れとるよ。怪人だったな。3センチぐらい身長縮んどるかもしれないから。態度はできないけど、体も小さくなっちまったら、お前。嫌だから。ああそう、でもまあ続けるで、最初の1ヶ月ぐらいでめちゃくちゃ痛くて、はい、そうですね、どれぐらいが一番痛かった、最初2週間ぐらい、やっぱちょっとこうもうこれ無理かな、朝もう立ち上がれないんですよ。ベッドからっす、そう、あ、痛かったみたいな感じになって、うん、でなんとかまあ行ってました、毎日行ってるうちにまあ少しずつ、うん、今とか少し痛いですけど、もっと痛いですけど、うん、全然そのあちょっと筋肉痛の痛みみたいなぐらいの、うん、少しずつその痛みに慣れて、筋肉がぶつりやんじゃない、いや、もともと全然なかったんで、まだ、うん、つくでしょ、多分まあその最初よりは少しはよくはなってついてきたと思います、あ、本当、はい、どうなるか楽しみだな、逆にな、でも年実習生には全然勝てないですね、あ、もうやつら、あ、実習生勝て、違いますね、あ、本当、はい、もう ついていこうと思ったら多分体が持たないんで、実習生に、はい、まあ、自分のペースで早いやつ、まあ、分かってガッツあるでね、あいつだね、3年よね、でもぜひ実習生とかみんな視聴者の人も使ってほしいよね、あ、そうです、うん、まあ、今ちょっとコロナであんまり人の流れが悪いであれだけど、はい、ぜひまたね、うちも紹介もできるもんで、ぜひあの実習生のね、興味あったらそんだけやるよね、あいつら、え、すごいっすよ、嘘、鉄腕、僕らより多分すごいっす、やっぱマジで、逆に体力はすごいっすよ、あ、マジで、はい、嘘で、真面目じゃないですか、あ、真面目だよね、あ、でも上組ましてるじゃん、お前、まあ、今日もお前下やっとった、上やっとったけど、いや、まあそれは僕がやった方が早いですよ、教えてねえや、いや、もうできます、完璧にできます、嘘、完璧だよ、まあでも慣れたらお前が早くなるだろう、毎日組ましたら、いや、もうあいつは一番できると思うんだよ、僕は、嘘、どんどんやらせりゃいいじゃん、そっちの方が、それで段取りとか組んだりとか電話したりとか、はい、ね、そういう方になってくると、そういうのが仕事になってくるでしょ、で考えれるじゃん。もう何年やってる？うわ、8年目ですね。何歳が来た？18とかだろ。18です、うん。いや、ちょこちょこね、まあ面接でも18分のやつが来るんだけど、基本10人中1人しか残らんだろう。そんなに狭き門ですか。10人で1人残るか。最近は全滅ですけどね。全滅だよな、うちは特に。まあうちきついんかな。よその会社と見とってどう？自分そんなにいっぱい。足場さんに行ったことがないんで分かんないですけど、うん、いや結構でもその職人のレベルが高くてガツガツやってる日もあるんで、うんうん、あ、今日はちょっと急ぐぞって言って、ね、バーって、はい、速度が上がるもんで、そうです、だから職の方もスピード速いし、うん、だから結構みんな
がっつりやってる時は、うん、もうほんとクタクタに、お前やべえよ、ついてくちゃうねえわみたいな、なんとかついてくまあそうだよね、エンジンかかったら、はい、そうですね、ガーってなるもんね、まあ、ゆっくりする日もあるんですよ、ね、今日は全然きつかったなとかあるんですけど、まあ全然もうそれはもうそう、まあ仕事なんでそれはきついきついのは当たり前なんで、はい、そう、はい、まあちょっと楽しみだな、半年ぐらいしたらちょっとまたいいボディになったんじゃない、そうっすね、もうちょっと痩せてだよね、これでも少し痩せたよね、でも、ね、少し確かに、はい、これはちょっと太ったよね、俺最近いや3キロぐらい上がってきたかもしれない、食っちゃうわ、なんかもう最近なんかまたダイエットしとるときはなんか食わんようにするけど、普通っていうのがないよね、また食い始めて俺めちゃくちゃ食えるもんね、ぐわーっと食っちゃう、こんなもんか、翔からじゃあ一言なんかないの、あ誰目線にですか、誰目線でもいいよ、お前が言いたいこと何でも好きなこと言えよ、言いたいこと、まあ足場やりたい子の従業員募集してますんで、おー、もう半回答とかいらんしよお前いやマジで欲しいんで、あ人足りてないもんな、はい、ちょこちょこ来とるんだけど、俺一応喋ったりするんだけど、やっぱ続かんだよな、部屋とか寮とかあって、まあとりあえずね、1週間2週間でも、ね、まあ、みんなに言っとるのはもうなんか社会保険入ってどの頃で社員っていうのももうとにかく1週間2週間アルバイトで来いよみたいな、そうっすね、まあ、そんで見たるわって言って未経験でもさ、いいけど根性ないと続かんじゃん結局、そうですね、なんか YouTube だけ見て楽しい世界だと思ってるじゃん、でしょ、こんなんだって1日のごくわずかな10分15分じゃん、この YouTube 撮っとる時間なんて、しかも毎日ないじゃん、なんか楽しい世界だって思ってるね、外から見てそういう風に思ってた、いやそういう風にやっぱ思いますね、楽しい動画が多いんで、うんうん、やっぱそういう楽しい部分しかやっぱ視聴者は僕もそうですけど見えなかったんで、来たらまた違うなって感じだった、来たらやっぱその全然その雰囲気違うし、うん、あやっぱりもうちょっとたるんでる感じ出とった、たるんでるっていやいやたるんでるっていうわけじゃないですか、感じがみんなキャラキャラは遊んでんかなみたいな、あそうです、遊んでる感じの雰囲気かなと思ってきたけど、全然まあ仕事は仕事で全然メリハリがね、メリハリ違うよね、はい、あまあ確かにそういうものかもしれないな、俺楽しいんだろうなって、うん、うちの会社つまらんでな、ちょっとこの会社行ってみようかなとか、うん、そうですね、なんだろうな、楽しそうにしとるなんて、まあね、遊んでる時は楽しくてみんな酒飲むのがいいと思うけど、なかなかまあ皆さんちょっとあんまりなんかボルテージの上がったシーンがありませんが淡々とこの静かな2人をさばいてみましたがあんまりちょっと今日はいい料理できんかったわ、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします、お願いします、また見てね、